はい、ではスカーフを使ったマイバッグの作り方をご紹介します。まずスカーフを2枚重ねます。そして角を結びます。はい、では四つ角を全部結びます。はい、四つ結んだら完成です。はい、持ち手側のスカーフも大きいと非常に持ちやすくなります。ここにちょっとした買い物した時などのものを入れて持ち運んでみてはいかがでしょうか。こちらがスカーフ製マイバッグになります。ギョギョ、こちらがスカーフ製マイバッグなんですね。うわー、持ち心地が最高ですね。優しいです。しかもしっかりとしてますよ。中にはじゃじゃん、マイボトルが入ってます。これでお買い物と、お散歩にレッツゴー。